酒焼きをした、浅井長政酒焼きとは、江戸時代以前の日本に見られた、成人男性の髪型において、前頭部から頭頂部にかけての頭髪を反り上げた部分を指す。酒焼きを反った髪型のことは、野郎頭や半髪頭と表現される。兜をかぶった際に、頭が群れるのを抑えるために始まった風習とされる。平時は、 側頭部及び後頭部の髪をまとめて、曲げを言った。なお、現代日本において、時代劇等で、一般男性の曲げとして、馴染みとなっているのは、銀杏曲げであり、曲げが小さいちょん曲げではない。酒焼きを剃り、曲げを解いた髪型を、銅髪と言い,い、大わらわの語源となっている。また、兜を被った際に、頭が群れるのを抑える目的は、弁髪に共通している。 酒焼きの語源、また、酒焼きの用事の起源は、諸説ある。一説に酒焼きは、酒行きの天下であるという。戦場で兜をかぶるときが逆さに昇るから、その息を抜くためであるという一世定常の説が広く、認められている。玉洋安元2年7月8日の上に、次元連中、時忠今指で首、とあり、平安時代末期、行われていたことがわかる。 太平気巻き後に、片岡八郎親田彦七荒厚屋と頭巾を脱いで、側に差し置く。実に山伏ならねば、酒焼きの後隠れなしとあり、絵巻物などと照らし合わせると、鎌倉時代、室町時代に、酒焼きが行われていたとわかる。当時は、兜による、頭の群れ対策として、戦の間だけ行われた習慣であり、日常に戻った時は、創発となった。 戦国時代になると、戦が続くなどして、酒焼きが日常においても行われるようになった。それまでは、毛抜きで頭髪を抜いて、酒焼きを作るのが主流であったが、頭皮に炎症を起こし、兜をこむる際に痛みを訴える者が多くなった。ため、この頃を境に毛を剃って、酒焼きを作るのが主流となる。沖縄の古用州おもろさうしのうち、 1609年の島津氏による琉球出兵を歌った者では、薩摩兵を前墓地と揶揄しており、酒焼きを作っていたことがわかる。江戸時代になると一定の風俗となった。苦行を除く一般すなわち武家、平民の間で行われ、元服の時は酒焼きを剃ることが慣例となった。秩序や、 平門の処分期間中や病気で床についている間は、酒焼きを反らないものとされた。外出時も酒焼きでないものは、苦行、浪人、山伏、学者、医師、人相見、物乞いなどであった。酒焼きの形は、胸角、中間、小物は盆の窪まであり、四角の酒焼きは、相撲から起こり、その広いものを、刀剣学といった。江戸時代末期には、 酒焼きは強章になり、これを、後部書風と言った。また若さをアピールする一種のファッションとして、酒焼きやもみあげをアイデアく見せるという風習も、流行した。明治の断髪令まで行われた。ありがとうございます。